誰一人人がさ、飛ばないし。よし、こんばんは、皆さん。いやいや。今日は大阪の追加公演ありがとうございました。あれ、ループしてるってコメント来たぞ。やばい、ピーちゃん、これダメダメ。ダメか？大丈夫か？通信エラーみが起んきてるらしな、みんな見えてないの？い。配信できたのにね。ね。どうだ？どうこんばんだ？は。こんばんは。見えてますどうかか？な？見えてますか？ぐるぐる岩田って言われホテルてる。やのだ。なん Wi-Fi で？があんま Wi-Fi り切ったよ、良くな私。くて、私 Wi-Fi 切ったっ自分のて。携帯のデータを今もらってます。あ、見えてる？本当に？なんかぐるぐる。あ、見えてない？どっちだろう。あ、今見えてる。あ、本当に？よかった。こんばんは。よかったのって、すいません。Wi-Fi の切りましたのでね。あ、デートさん、くまありがとう。くまーん。寝てるよかった。今日は大阪の、ツアー、全国ツアー、追加公演でございました。ホテル、もうこれストあレりスじがゃん。とうございました。まずはくまありがあ、翔平とう。くさん、ま。翔平ありがとう。ホテル、今そう、日は大こん阪ばんのは。追加公演。ね、来てくれた皆すさいんありませがん。とう。今日は、もう来てくださった方しか知らない。そう、配信というものがない。カメラの方がいないので。来てくださった方しか知らない。見れましたかね。来てくれた皆さん、ひマなジちゃんのレッこツと見れましたかのこのね。場所に来てくれる皆様には本当感謝しかないなっていうのは本お、当にカメラ思早います。速あげた。ねえ、見たよ、みんなの。ちょっ本当。とさっき SNS 更新してた時に。あ、ミーヒントの遠藤部屋だよ。後日アーカイブもないですね。もう今日はカメラさんがいないので。そう、レアレアそう。なレアでした。今日はもう見てる人だけです。そうよ、見てる人だけ。 一生見れ何ない。が起きたか、メンバーが何を話しそたのか、う、見てる人アイだコンタけ。クトをどの時にどういうやり取りをしてたのか、何の曲があったのか。 今日は来てる人しか知らない。ね、カメコさんが撮った写真でちょっと見れるあ、ぐそうらい。ね、髪型とかはカメコさんとかメンバーのそうそう SNS とかそが見れるけど、う、めっちゃ可愛かった。やっぱひなちゃんだなって思った。マリカエちゃん嬉としい。何々してたねとかは ひなちゃん誰としかかでししょ。らない。お、今日の知写真載せてね、みんなね。おてとさん、おらない。でも餅あ全り然が楽しかったとね。う。餅。楽しかったね。本当に楽しかった。やっぱ、メンバーみんなでやるツアー楽しいなっコンて。サートっていいですね。メンバーみんないろんうな髪つび型や。しててね。ねえ、みんな結構チャレンジャーしてまなんしかた。さ、私もハー以外ブの、チン。みんなが知らない一人で、うわーってなってた話があって、何うわ何？ーっていうか、別に誰も悪くないんだけど、来てくださった方は分かるんですけど、2ブロック目ぐらいが終わって、2ブロック前の MC のメンバーだったんで、何話すみたいな話があったんですよ。攻めてます、何の話が。そうで、何話すってなった時に、ココアとかと、今回みんなは結構なんか配信がないっていうことで結構派手な髪型してるから MC メンバーにみこもおるしみたいな、そこから触れてみたいな、ミーヒーはなんとかとか、そう、なんかそこら辺にちょっと広げていくかみたいな感じで言ってたんですよ。あかりんがいつきに「福ちゃん始まりましたけどどうですか？」って言った時に「いや、もうみんな派手な髪型、ユミコがね」って言ったら「ユミコがこんな髪型してて」って言われた時に「あ、全部言われた！」うちらが MC で練ってたっていうか、もう確かにあ、言っ全て部たこわこで最思初ったにと思って、その瞬ねえ。間何話そうと思って フル回転だったんで、その後 ね、触れそられれで、たなんかまね、だ派手な髪型いっぱいなんですよって終われば、別にうちらの MC メンバーに2個もいるから、
ったけど、今日くまちゃんしてんじゃんっていう感じで、もうユミコまで言われたから全部言われた、もう全部言われたでも別にこの話するからねって別にあかりに言ってないから、あかりは何もあるからね、本当にまあ確かにね、ゼロゼロ本当、そうみんな知らないからね、何話すとかね、ただこっちがびっくりして、多分ココアとその話してたから、ココアも多分あっと思ってるし言われたって言われたから、そっからもうフル回転でもうその場に思ったことをずっとガン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 話して、なんとかなりました。おお、さすがですね。なんとか頑張りました。よかったよかった。もうこれはちょっとネタすぎて面白いと思って。こんばんは、ライブお疲れ様でした、楽しかったよ、ありがとう、来てくれて嬉しいです。あ、ほんとめっちゃ重かった、ほんとめっちゃ自信なかったけど、そういうのあんちんだわ。あとね、ピーちゃん今日言わなきゃいけないことがあるんだよね、明日の。そうだよ、ね、なんか多くはね、別に語れないし、語るつもりもないんだけど、明日のね、夜、うん、夜、あの昼は別にあの関係ないんですけど、うんうん、夜で皆さんあの本編が終わった後にアンコールしてくださるじゃないですか。そう、多分あの大体配信とか来てくださってる方は、もちろん配信見てくださってる方も大体あの瀬戸りを知ってて、知ってる方も多いと思って、ね、その後の最後の楽曲が何とかも知ってるじゃないですか、うん、アンコールの、ね、だからこれで終わりだなと思った後にもう一回ね、あの言ってみたら何かあるかもしれない、僕は分かんないけど、そう、なんかラストのその全国ツアーがラストだから、ね、夜ね、夜よ、夜公演だけよ、夜ね、昼じゃないから、ね、そうそうそう、なんかラストだからなんかあるみたい、うん、あの私たちがそれをしたいだけ、そうしたいの、ね、そう、それをしたい、それをしたいから、うん、すごくしたい、それをしたいからお願いっていう、うん、そう、お願い、ここにいる誰かお願い、ここにいる皆さん協力して夜で私たちがしたいので、そう、そう、あの終わったと思った後の、うん、アンコールの本当終わった後の最後の後にまた連番がありがとうございましたってあげた後に夜で夜、うん、やりたいから、やりたい、お願い、もうどうしてもやりたい、うん、そう、メンバーみんなやりたいから、多分至る所で言ってそうだよね言ってそうだねみんな言ったもんだ、そう、なので明日夜入る方は頼みました、うん、お願いします、やりたいんだよ、やりたいんだよね、みんなも喜んでくれると、うん、そう、みんなもこんなことをして、うん、危ないぞ、危ない危ない危ない、そう、まあここら辺、うん、これぐらいだけだね、そうみたいなね、そうあるかもしれないよ、ないかもしれないけど、だ騙されてるだけ、そうそうそう、なんかもしれないよ、二人であれあれってなってるかもしれない何かの発表とかでもないので、あのそうドキドキしちゃう、大丈夫です、うん、それに関して、ね、あるよ、なんか本当そうよ、あのアナウンスの人が話し出したら終わりね、アナウンスの人が話し出す前にあのやっとかないと、あ、だめ、あのないんだなって判断されたらもう何もできないので、うん、そうね、ないんだなって判断されたら終わりなんですよ、うん、アナウンスの人の前に、うんうんうん、頼みました皆さん、うん、石田みなルーム、石田みなルームの皆様、そう、皆様、ぜひぜひよろしくお願いいたします、お願いします、これは言いたかったね、これはちょっと言っとかないとね、これが言いたかった、そう、ね、今の話聞いてちょっとわからんなみたいな、わからんでいい、うん、わからんでも大丈夫、うん、全然、そうちょっと感づいたぞーっていう人がね、ちょっとやってくれたら嬉しいなって絶対これやんと思ったし、うん、それは内緒だよ、あのそれで気づいたあなたすごいね、うん、後々思ったないから、そう今の中では、うん、今はちょっと気ないし、ないしないし、あ、サインボールありがとう、うれしすぎ、あ、今日飛んだんです、サインボールちゃんとどこまで飛んだんですか6列目くらいあ、おさみ言えなかった、あ、本当結構私今日あざか変えて
やってましたよ。ね、痛いね。やばいと思う。マスクを貼るぐらいだったけど、返せないんじゃないから今日やめときましょうってなって。うん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 。また全然わからなかった。あ、でもその位置は多分わかんないと思う。うん。亀子さんの写真だけ、あと明日配信入ったらって感じ。うん。でも亀子さんは割とアップで撮ってそうだけ。11列だった。11列目まで撮った。うん。やった。今までに2列目とか3列目までの人にしか飛んだことなかった。えっ、嘘、マジで、うん、こういうなんか優しい、優しい隣で2列目とかじゃなくて、うん、バーン。マジひどいですよね。ほんとひどいと思う。人の頭に当てたこともある。いてぇ、いてぇ、いてぇ、ポーンって当たって、うん、下に落ちて、うん、違う人が拾う。ただ当たっただけごめんみたいな。ほんとごめん。かわいとう。かわいとうやん。ミヒの豪速球を食らった人がみんながなんかキャッキしてる中、私一人だけこうやっていつの件だったっけな。そう、今日はちゃんと山なりに投げれたよかった、ね、難しいよね。ヒノなんかすごい気持ちは2階席なんだけど、なんかみんな言うね、2階席までお願いって多分、ね、そう言ってくれたり思ってる方いっぱいいる。うちは2階席に投げるつもりになる、ね、そうだよ。全部今までの割と全部一緒、今全部そうだよね。そうなの。でもいつもそう2階席に投げたつもりだからそうなるんだよ ね。なんか高く上がった後下に落ちるみたいな感じの、私いつも。なんか今日誰かのやつ2階席届いたって言ってた。言ってた。すごいと思って。そう。途中でペンライトの電池切れた。そうなの。私の黄色と白は充電の消費が激しい。1位2位で。そうなんだ。へえ。じゃあひなの現場に来るみーちゃんの方はね、電池うん、予備が必須。確かに。ひなもたまにさ、ピンクだけしかつけてない人だけど、そういうこと？そう、黄色と白が、あの電池の残量。そういうことだった。どっちが1位かまだ分かんないんだけど。なんか、そう、黄色ついてない、なんか ピンクしか売ってないなと思ったら、そういうことか。ひーちゃんのファンの人も、白用に電池の、あれを予備、うん、一番白らしいよ。あ、そうなんだ。じゃあもうそういうことやん。で、そういうことか。なんでやろうと思っとったら、みんな充電切れとったんか。そういうことや。ピンクと黄色です、私は。今日はね、ピンク黄色、うん、ツイン系の子が分かったので、めっちゃ多かったね。あえて大人系統でいきます。そう、でもひなちゃんメイク一番の人だったから。そうだね、その後に続くとは知らんもんね。知らんかったよ、普通に半発いんで。ピンピンがね、メイク入ってる時、うんうん、一番手の人たち、うん、段階で半発イン3人7度くらい。そうだな、隣見たらリコチも半発インしとって、マヤちゃんも半発インしとって、3人半発イン並べるかも。ちょうどあのユニットが一緒だったから、うんね、1人目、いろんなメイクさん1人目、ね、そうでもその時点で3人おーって、そうおーってなった。ユニットみんなにするとか言ってた。どんどん入ってったみんなが、そう完成したら高見ツイン、ハーフツインツインみたいなね。いっぱいいた今日ツイン。なんかその流れに乗るかどうしようと思ったけど乗らなかった、うん、ね。あえて逆に今乗ってくれない。逆にしないのに逆にではないんですよ。確かに。明日何がいいかな。悩みます。誰も言ってくれないんだけどね、うんうん、ファンの人も言ってくれないし、ひなちゃんも言ってくれないんだけど、うん、言ってくれたかな、うん、わかんない、うん、言ってくれてないと思うんだけど、うん、みーちゃん前髪切ったんだろ。それひなに言ってたよ。前髪切るよって言ってたよ。なんか言ってたよ、それめんどくさいよね。そう、言ってたから、なんか別にあのそう、別に前髪切ったねって言わなかっただけだよ。そうだよ、ひなちゃん前髪切ってくる。そう出せん、出せん。そら言わんわね。仕方はねえ、びっくりしちゃったわ。うん、多分誰かにちゃんと自分の行動を知ってほしい、うんうん、知っててほしがり。欲しがり。じゃあ今から何とかするよとか、そう言いがち。確かにミーヒー言いがち、ね、うん、何とかするよって言ってるイメージある。そう、
行けばいいやんって思われがちで、でも他の人だったらいやすればいいじゃんとか、できなよっていう、まあ、そんな冷たい返答はされたことないけど、そう思うようなことでもひなちゃんは、お行ってらっしゃいとか、お頑張れとか、もう本当に神様だよ。そう。そうだからちゃんと言うよ私は。だから多分ひなによりよく言ってる。他の人には言ってないもん。うん。嬉しい。ミキさんの時は、あのそういうたら行ってきたらいいやんって。冷たいよね。でも、ね、今日さ、あの始まり直前にさ、美月に叩かれたんですよ。え、なんでなんで、うん、叩かれたんです。なんだっけな、何の話をしてたのか分かんないんだけど、あ、なんか美月がウサギのモノマネみたいなしだして、おばあちゃんが、まあ、なる前ね、もうすぐおばあちゃんがなりようぐらいの本当直前で、でなんか舞ちゃんと南と美月で3人で喋ってて、なんか美月がウサギのモノマネってさ、舞ちゃんがすごいケタケタケタみたいな、それすごい面白いみたいな、で美月も本当とか言って、なんか連発してたの、みんなすごい、みんなも笑ったんだけど、笑いの後にしょうもなって言ったらプチッて、ええと思ってしょうもなって言われちゃったか、ツッコミの程度ね。まあ大阪やったからちょっと激しくなっちゃったんじゃない、あの初期のツッコミが、クラスデイズもずっと関西弁だったね。すごかったよね。すごかったよね。行こうかね、明日のことは知らんけど、そうそのあと謝ってたの面白かった。だけどこれちょっと配信ないから説明が分かるんだけど、時間が必要だよね。今何分だ、なんか関西人って何でもかんでも知らんけどって言うんですよ。後からしいで、もう知らんけどみたいな、確かに言うね、言うんだけど、それは多分煽りで関西で言いたいから、煽りの中でなんか明日のことはなんか知らんけどみたいな、いっぱい盛り上がっていきましょう、明日のことは知らんけどみたいな感じの煽りをやって、すごくいいじゃないですか、ね、関西弁で、ね、でも関西人の皆さんは、知らんけどにそんな意味がこもってないっていうのを知ってるじゃないですか、だからそんな明日のことは知らんけど、いや明日のツアーなのに明日のこと知らないっていうのを、ひどいって思わない、だってそんな関西人が言う知らんけど意味はないから、ね、けど美月さんは広島の、女の子だから、知らんけどの意味をすごく考えちゃって、さっきあの知らんけどって言っちゃったんですけど、明日二日目もすごく大事でみたいな、そんな関西人そんな知らんけどに意味込めて言ってないよ、みつき大丈夫だよとか言ってもうね、知らんけどはなんか関西の人はめっちゃ軽い感じやん、なんかまあ別に知らんけどみたいな、すごい軽く言うよね、知らんけどって言うそ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 う、なんかもう恐れ重みをゼロみたいな、重みゼロみたいな、本当にそんな気にしなくていいんだよと思って、広島の子だったよね、あれは広島の子って感じだ、そう、関西人ってそういうなんか意味のこもってないなんか、ほちゃうとか、そうよく言ってるよね、全然意味はない、ほんまにアホやと思ってへんし、芝生で別に芝かへんし、そうなんか本当に後々、ね、だってさっき芝生でって言ったやんって言われても、言ってないから、そんな気持ちを込めて言ってるわけじゃない、同じジャンルを ね、あれは面白かった、そう真面目に説明をしてたから、ね、まあでもこう大阪に遠征して来てくれてる人もいっぱいおるわけやから、一応そうだからその人たちはもしかしたらね、そうだったなと思ってかもしれないけど、そんなファンの人みんな優しいから大丈夫ね。ね。あれはね、美月さんいいところだよね。いいとこだったね。そう。知らなくないですよみたいな。そう、ノリで言ってるだけだよみたいな言ってて。そう、あの小さなことも気配りが、ね、できる。よくできました。チキクラのね。一緒だね、そうね、一緒、10月13日そうです、あの URL をひなのみなみのインスタストーリーにさっき、そうです、さっき載せたよ、 URL 見てね、インスタストーリー見てね、そうね、初回受付有効のみなので、一つ申し込んだ後にやっぱあともう一枚っていうことができないので、そうなの、事前に2枚ゲットしたい、3枚ゲットしたいって方は、もう1回目で、そう、1回目で決める、申し込みました、ありがとうございます。
った機会はね、結構あのコスプレをしたりとか小道具使ったりとか。せっかく同じやけ、なんかしよう、うん、あ、いいよいいよいいよ、小道具的な、小道具的なやつで、うん、いいよいいよ、そうそう、いろいろね凝って一応準備させていただきますので、小道具全部入れますか、うん、なのでぜひぜひ初日なんでもいい、そう、お、私の誕生日の日がおみひんのチェキの日だし、おお、逆プレゼントみたいになっちゃうの、ほんとだねなんかあのね、ゲットしてもらわなきゃ私が購入できないので、ドキュメ逆やろって感じですか、そうお祝いさせておくなし、そうね、チェキもねいいよね、1枚だけだからね、世界にね、うん、当たりもありますが、チェキは当たりは入れないって、うんうん、サイン会は入れてたんだけど、チェキは当たりを入れない代わりにシリアルナンバーを入れてます、おお、31まで、なるほど、ミーまで、折り紙に1,2,3,4,5,6 手書きで書いて一緒にチェキ持って、うんうん、そう、同じ席はないよ、うん、あ、当たり、そうか、一応まあ31枚しかないから確率高めが当たりですねそう、だからなんか10月だから誕生日迎えてが多すぎて、全然イベントが25になってからね、それをやるときには25なんだって思うと感慨深いですね、大きくなりました、みなみさん大きくなられましたね、みなみちゃん大きくなりました、なんか一生22歳にで止まってるわ、ほんとにゃんにゃん、え、ね、ピーちゃんに謝らんって言ってることない、え、怖い、身長伸びたなわけないでしょちょっと絶対身長伸びた、え、もっと見てきてほしいいや、なわけないじゃん全然みたいな、ちょっといや、ほんとに絶対伸びた、伸びたわけないじゃんねえやだよ嘘使っといてよ、ほんまに今日思った、うん、へぇ信じてない思ったんだ、まあ、ちっちゃくと並んだだけじゃない、ちょうど、うん、あのなんかヤンヤンとモサイカとそんな身長変わってない、変わらない、うんうん、はずなんですよ、はずなんですけど、あの花は誰のもので、ヤンヤンに後ろから目隠しするとこがあるんですけど、うん、あのヤンヤンの頭のここが見えたんですよ、マジマジマジ、あの そこ見下ろすことはないけどさ、わかる、ここが見えた、うん、ここ側頭部、うん、ここしか見えなかったのが、うん、このちょっと頭頂部が見えたっていうそれヤンヤンがちょっと縮んだわけじゃないワンチャンそれもあるワンチャンヤンヤンが縮んだこともあるうちらさ最近なんか身長測ることはしてないから、してないね、縮んでないだけで、まだなんじゃないかっていう、うん、いやーヤンヤンが縮んだから、うん、どっちかだね、でも本当今まで花垂れはもう100回近くしてるわけで、そうね、してるわけですよ、2番も100回近くやってるわけで、うん、そう、あそこ食べようかな、まあいいんですかね、ちょっと100回近くやってる中で、うん、気づくってことは本当だと思う、その見えた景色が違うっていうのは、その縮んだか伸びたかはどっちか分からんけど、なるほどね、あだから確かめに来て新たな宣伝みたいな新たな手法みたいな、そうか、うん、伸びたかな、もし伸びてたらピーちゃんマジごめんね、いや、本当にもし本当に伸びてたらちょっとどうやって伸びたのかっていうのを詳しく聞いて事情聴取始まるよ月に何回整体に行ってるかとか何をしてるそう、なんか寝、なんか寝る前に 何かしているのかとか、そう、事情調査始まりますよね、みなみとピーが飲みたいのは夜更かしだから、え、そうなんや、ほんとにそうなんや、怖っ、でも小さい頃から夜行性なの、私はもう、ホテルの同部屋でこんなに同じ時間まで起きてるの、ね、いないもん、ほんとに相性いいんだよ、マジそうなの、マジ相性いいの、見えてるなんて可愛いんだよ、お互いがどんだけ同僚の相性がいいかをさっき語りながらご飯だったそうだよこういうとこも一緒だよね、わかるわかる、え、だってさ、こういう時こうしない、そうみたいな
なんだよなみたいな。だってね、そのピーちゃんがさ、みなみが出てたイベントの時に、うんうん、ピーちゃんのファンが、うん、さあ、ミーヒーいないけどひなちゃんは誰と来るのみたいなツイートが何個か出てくる。何個か出てくるよ、本当に。なんか別にミーヒーと以外はなるしなるし、仲いいし、みんなと別にめっちゃ面白かった。そうなんよ、めっちゃ面白いなと。まだ成長できるよ、知らんけどって言われた。上手。そうやって使うよな、ほんまに。知らんのんかい。面白いね。ね。え、みーちゃんってマジで大人っぽいんだけど、どうしよう。うん、確かに今日大人っぽい。あの、ね、この角度。いや、ちょっと角度して。この角度。この肩に髪がちょっとなんか枯れかかってる感じ、うん、この角度が、うんうん、まあ、大人っぽいっていうのかな。大人っぽい、確かに。ひなち今日子供っぽいの。確かに加入当初みたいな。加入当初へ戻りすぎ。その戻らんでいただいて。今ずっと私この角度キープしてるから。誰に何を言われようが、ずっと同じ向きに言われようが、今日もこの角度。思わないな。かわいいハーフツインや。嬉しいハーフツインです。そう、うわ、あと14分ですか。あっという間だな。あっという間に過ぎ去ってゆく一瞬とはさま。うん、いや、そうだね。今日みなみが一番、うん、もちろんファンのみんなに会えたこととか、うんうんうん、あの楽曲できたっていうのももちろん嬉しかった上で、うん、同じぐらいテンションが上がったのは沖ちゃんの髪虫話。わかる。カメムシの話ね。ちゃんがね、感想を語るときにカメムシのトークを入れるっていう、うん、前代未聞の最後の感想。最後の感想でカメムシがやってくることがあるかって。何を話し出すんだと思ったら、まさかのカメムシって。そう、なんかおきちゃんがね、プライベートで嫌なことが結構あってみたいな、なんかさ、絶対したなってなるじゃん。家の前にカメムシが見てみたいな。もうキャーだった。でもなんかすごい今日面白いな、マネージャーさんと話して、うんうん、ん今日はホテルだからいいけど、うん、ビール帰りたくないよって言われたのは、うん、もう事務所の中で、うん、その飼い主がやばいって言ってるこのメンバー、うん、何人かに分けてついていくことにしたって言って、うん、退治しに行ってくれ、その呼ばれたら逆に、うん、たまったもんじゃないから、あ、それならその前から行くことになったからえいいよって言われて、やったね、みんな。じゃあ私の家でも来ますかって言って、行くと思う、だって申請っていうかやばいって言ってるでしょ、うん、何人かも言ってるから回っていくみたいな。そう、ありがとう、すごい、じゃあ家に入れる、親切やね。じゃあ何人かで、ね、なんとか地区に分けて。まあね、じゃあカメムシの仕事も受け入れないといけないんだ。かわいそう。確かに冷静に考えてみたら そんなことないじゃん。普通なんか仕事、結構アイドル活動としての仕事をサポートみたいな。ミヒは、ね、あのやってくれたマネージャーさんには、うん、ありがとうってギフトチケット、うわ、特別手当、特別手当入ります。カメムシ手当は出ないじゃないですか、会社から。そうね、ちょっとさすがにカメムシ手当カメムシ手当って出ないね。ギフトチケットで、さすがにあのやってもらった当たり前とは思ってないからね。さすがにちょっとね、申し訳ないよね。そうそう、自分安全地帯にいるから。終わったら呼んでるって。そうだよね。もう今日はもう何も考えずにやったね。あ、そうだ、紹介したいものがありました。これで思い出せない。今日買ったんだ。そう、今日買えたの。グッズがですね、全国ツアー中に発売されておりまして、そのうちの一つがこちらになります。じゃーん、かわいい。これはですね、パジャマを着てピンクの
クマのぬいぐるみを持っているはなちゃん、女の子じゅわりしてるやつにメリーゴーランドと、なんだこれ、ユニコーンだ、ユニコーンの2つもねついてる横長なアクスタでございます。可愛くない？可愛いよね。スティーのグッズ最近めちゃめちゃ可愛いので、みんな結構ゲットしてくれてると思うんですけど、ぜひぜひこちらのアクスタもおすすめなので、明日来る方はねグッズコーナーぜひぜひ見ていってください。めっちゃ可愛くない？これもう夢かわすぎて、夢かわすぎるやろこれ。かわいい、買ってよかった、今日買ったの。2200円です。2200、こんな2つもさグッズの何付属品がついてきて、虹色になる、そうなの、もう早おとかって感じなので、ぜひ、そうですね、めっちゃ可愛いよね。またひなちゃん、あ、カメトのカメト飾ってね、みんな保存用もあるかもしれないから、私何でもかんでもネイル編やろ。もう非売品じゃない、明日も買える、ツアーで買えるよ、ツアーの物販で買えます。おすすめ、この付属品が2つあるところが個人的には嬉しくて、そう届くの楽しみ。お、注文もできるのかな、オンラインで。そう、グッズねいっぱい出てるからね最近も、要チェックです。最近は文学少女も出てましたね、パジャマとか、あの最近のやつはメガネかけてるベレー帽かぶってる文学少女も出ております。オフショットもまた載せます。最初のクストリキで言ってた、あ、文学少女の方かな、本のさ上に載ってるみたいなやつだっけ、なんか本のやつだよね、本のやつも可愛かった、この付属品が本だったはず確かね、あれも欲しい、かわいすぎる。行くまでにもう売り切れてた、大人気、ありがとうございます。ぜひぜひお早めにゲットしてください。他のグッズもおぬぬめなのいっぱいありますので、ぜひぜひ、そうね、文学少女をねぜひゲットして、読書の秋だからいっぱい秋を感じて。クッション売り切れ言われた、あ、クッション可愛いと思った、こんなまん丸のに、こういうこのなんかこのパジャマ着てる私が顔ドーンってなってる感じでまん丸のねクッション可愛かった。うん、明日は買えるようになってるのかな、でも今日売り切れしててもきっと補充されてるはずなの。お早めに、漏れてます、最近のグッズは全部漏れてる気がする、うん文学少女も漏れてた気がする。美女よし、キラン、お、そろそろお時間みたいなのでランキング読んでもいいでしょうか。はい、13位、2114さん、2114さんのことが好きだそう。12位、もっちーさん、もっちーさんのことが好きだそう。11位、ステラさん、ステラさんのことが好きだそう。10位、ヒロさん、ヒロさんのことが好きだそう。9位、はなちゃん、あと大好きだそう。8位、セブンブタロウさん、岩石エピソード配信待ってました。おー、今日は岩石エピソードいっぱい話しました、同部屋だったんで。7位、ドリンさん、大阪初日最高やったで、大きいに、こちらこそいっぱい撮ってくれてありがとう、大きいに。6位、リンリンさん、リンリンさんの言葉好きだそう。
ごいライトポールさんめっちゃ楽しかったそうね。今日めっちゃ前にいたもん。ありがとう。よいツッキーさん、ひなのことが一番好きだそう。感情結婚感情大阪楽しむで。なんかすごいラップ何感じ多め。それも言うてきるし大阪ね楽しんでいきましょう明日も。再発した今日最高でした。明日は近いからもっと楽しみ。おー近くに来てくれるの嬉しい。待ってます。みおばちゃん今日は2階の下座の端で近い人いいなマン。あら大丈夫よちゃんと見えてたわ。ありがとうね遠くても愛は届いてます。そして1位はトロロロパパンフデターの坂道グループイコール平井さん。明日の夜が楽しみだー。パチパチパチ楽しみだ夜ひなも最後のねツアーなので気合を入れて頑張ります。はい頑張ろうね。あどうぞどうぞ。視力いいよ私コンタクト入れてるもんパチパチありがとうね。そうそしてこのテロップに、あ、今配信あと何分なんだろう。今の時間何時何分みんな楽しみすぎて寝れないかもあれやん、あの修学旅行前のやつやあと4分ありがとう。明日でヤンマガイベントは最終日なんですけれども、あの今日のね発表で私は9位だったんですよ。そう、本当はねそうもっと高い順位に行ってみんなで、最後まで頑張ろうねってしたかったんだけど、本当にそうギリギリというか、なかなか厳しい道なのかなとも思うんですけれども、でも結構ポイント数もそこまで変わらないその戦いだっていうことなので、一人でもね、多くのコーヒーナのことを応援してくれてるみんなが延長してくれるだけで全然変わってくると思うので、ぜひぜひ、本当に明日が最終日ということで最後まで一緒に頑張っていきましょう。で、そうこちらのね左のバナーの下の方をタップして山田さんの有料グラビアの方をね明日までにいっぱいできるだけ延長してくれると嬉しいでございます。あ、千日が上限なの。千日が上限までなので、そう千やるぞってできるぞっていう方はぜひぜひ、限界までお願いいたします。できないけどでもちょっとでも応援したいなっていう方、ちょっとでもねそのポイントの差で、そのポイントの差でもしかしたら私の山が関東グラビアが見れるかもしれないので、本当にそうだからちょっとでもっと思わずにぜひぜひ、関東グラビア目指して頑張っていきましょう。応援してますよってありがとう。本当に千日と2、3年日なつめじゃん。本当よねもう2、3年見てほしいねそうマックスまでやった、ありがとう。そういっぱいみんなにも、みんなと喜びたい、喜び合いたいので明日まで、ぜひぜひこちらも山田さんの有料グラビア延長よろしくお願いいたします。できる